年収チャンネル。はい、年収チャンネル、川本です。川本です。山本です。今日は何ですか、企画は。今日はちょっと僕が新しくビジネス始めるんで、ご相談に乗っていただきたいなと。はい、僕のビジネスにアラがないか。アラしかなさそうだけど。前入金でコンサル料発生でバナナジュース屋さんを始めるんですが、それが曲がりでバナナというバナナジュース屋さんで、何が違うかっていうと、店舗を取得せずに借りることによって家賃を抑えるバナナジュース屋さんっていうのが、まあ大きいコンセプトですと。このバナナジュース屋さんがフランチャイズ展開してまして、僕はそこのフランチャイズに加盟する形でビジネスを始めます。おめでとうございます。どうでしょうか。はい、どうでしょうか。もうちょっと聞かせてよ。どんくらいコストがかかって、どんくらい売上が発生するかっていう話でいくと、コストは、まずフランチャイズ加盟金のバナナにちなんで87万7000円、あとは家賃、食品ですね、バナナ、ミルク、カラトリ類がかかります。1杯500円で売ります。原価が140円、なんで1杯売れたら、360円の粗利が出ます。でプラス人件費。そうですね、この360円の中から人件費を出さないといけない。家賃でしょ。はい、プラス家賃を出さないといけない。あとロイヤリティは？ロイヤリティは 8.7% かかります。その中から全部出す。その中から全部出す。何倍で損益なの？まあ、ざっくり20杯から25杯くらい1日売れたら、1日20杯から25杯バナナジュースを売ったらトントンってこと？そうですね。だって20杯ってさ、日本で1万円ってことでしょ。はい。原材料がいくらだっけ？140円。1万円売ったら粗利で7000円ぐらいってこと？はい、原価だったり固定費だったり入れて30万ぐらい月かかるってことね。そうですね。ってことよね。はい、そうです。曲がりだから家賃安いってこと。あ、そうです。なるほどね。まあこれ一切俺ら関係ない案件だから。そして今初めて聞いた。僕が勝手にゴリゴリ進めてる、うんうん、山本が勝手に企画考えて、その企画内容が自分のビジネスの宣伝宣伝じゃないですよ。いや、僕がまあ実際ビジネスやろうとしてるんで、まあ、皆さんも同じ間違いしないようにしてくださいねっていう。系のいいね、言い方だね。だから結論、まあ、変動費と固定費合わせ30万くらいかかりますと。なので、月に30万円以上、粗利を出せば、まあ、一応プラスにはなる。人件費は山本が立たない前提？立たない前提です。人件費の想定は、20万から23万くらい。うん、営業時間は？営業時間は、昼の11時から17時まで、6時間。土日とか全部やる？土日やります。じゃあ6時間かける30で180時間バイト代が発生するってこと、ね、はい。で、時給が1000円ちょいだから、ざっくり20万ぐらい人件費が発生すると。人件費20万で、月商30万でトントンなの？それ原価と家賃と水光熱とか全部含めて10万計算ってこと？だって次30万売り上げがあって、20万が人件費なんでしょ？さっき原価率が 30% ぐらい強いよね。9万円で、30万の 30%。あと1万円しかないけど、その1万円で家賃と水光熱等とかって払うの？広告宣伝費もそこに入る？入ります。もう1万しかそこに使わない予定なので、それで20杯から25杯売るの？今のところどんだけ赤掘って回収想定なの？初月で黒想定。初月黒想定です。1万で？1万でもっと売ろうとしてるっていう。いくらかけんの広告費とか？広告費はかけないです。どうやってお客さん来るのそれ？ビラ配ろうと思って。いくらかけんの？1000枚くらいですか。ビラ1000枚ってお前そこら辺に配って何人来んのそれ？10人くらいですか。1000枚配ったら10人もバナナジュース買ってくれるの？じゃあ1万枚配ったら100人来んの？行列1万枚配ったら。じゃあ、はい、うん、他どうやって配るのお客さん？路面店？いや、路面店じゃないです。3階です。ウーバー特化でやりたいなと。デリバリーサービスに5種類くらい登録してるので、そこでボトムアップできたらなと。ボトムアップっていうか、だってもうそれしかないんでしょ販路が。それしかない。直接来んの？そこだけちょっとカッコつけてんじゃね。何かがあってそこ上げされるかボトムアップだけであってさ。いやいや、それなんでしょお前のは。1日2人くらい多分来ると思うんですよ。2人くらい来んの？多分3階にバナナジュース買いに来んの？あ、そうです。看板もないんでしょ？看板は動いたら怒られる可能性ある。1000枚ビラ配るもんな。まあちょっとデリバリーサービス頼みです。それなりにデリバリーサービスって登録したら勝手に売れんの？勝手に売れるって言うと語弊がありますが、まあ勝手に売れますよね。Uber SEO みたいなのがあって、なんかその店の評価を上げたらおすすめに出やすくなるみたいなのはあるらしいです。で、それをやろうと思ってます。他の店舗は Uber で何倍売ってんの？他の店舗はいいところで1日30杯とか。いいところで30杯、はい、Uber で。あ、Uber でじゃないです。全部で。全部で。それ路面店もってことだよね。路面もです。路面店も Uber も合わせた売り上げが1日いいところで30杯で、お前は20杯から25杯売らないといけないんだよね。はい。で、それを全部 Uber で売ろうとしてるんだよね。はい。ってことは、じゃあ、ビラ配りで来るのが何人で、Uber で何人なの？ビラ配りで、1日2人。じゃあ、Uber で20人ぐらい。20ちょい。路面店は Uber どんぐらい来てるの？
立地によってだいぶ変わるんですけど、新宿店に1店舗あるんですけど、そこが20数杯1日売れるって。そう、割合が知りたいんだ。そう、新宿店のところは20杯が Uber で売れてんの。 Uber 本当に？あいい店舗は30杯ぐらい、35杯って言ってたのは、これは何の話？これは全部の全部の話で、新宿店はじゃあ Uber で20杯売れたら、路面店なのに10杯しか売れてないってこと？路面店でほぼ1時間に 1,2 杯500円のバナナジュース売ってるってことだよ。はい、本当に？いや、事実確認はしてないです、噂レベルで、うん、まあまあまあ。じゃあ山本は Uber だけで20杯ぐらい1日売りたいなって思ってるわけでしょ、最低でも、はい、Uber だけで1日20杯売れてる店舗は他にも結構あるの？新宿店しか知らなくて、あとの地方じゃないですけど郊外のところは2杯4杯とかでした、うん、じゃあ20杯売れたら結構万歳って感じなんだね、Uber。そうです、多分今の感じ20杯じゃ絶対トントンじゃないよね。最低多分30杯ぐらいないと無理だと思う。バイトに払う給料が20万だから、はい、バイト雇うのにまたお金かかったりとかするからね、まあ、求人広告使うんだったら、うん、あとバイトがなんかミキサー壊しちゃったとか食品のロスが出ちゃいましたとか、基本的にそのお前が今考えてるのって全部目に見える費用だけで、はい、裏でかかってる間接コストだったりとか、まあ、在庫だったりとか、要はなんかこう目には見えないけど実はロスってるみたいな費用が多分まだ全然あると思うよ、うん、だから多分1日20杯じゃ無理、まあ、30杯で1万5000でしょ、だったらなんかまだちょっと分かる気がする。間接コストとかを含めて、まあ、45売れば多分トントンぐらいなんじゃないっていう、20でトントンって言ってるのが多分それじゃあボトムすぎるから、もう少しバッファー持って見といた方がいいんじゃないって話でしょ。初期費用で加盟金なりさ入れてて、はい、まあ、87万かかりますと、それを回収するにはトントンじゃダメなわけだから、はい、いくら利益を出して何年回収っていうイメージ。利益は、まあ、月10万くらい出せたらいいなと。じゃあ何杯売るの？日37杯。じゃあまあ切りよく40杯にしようよ、うん、はい、40杯売ったら月間10万出ますね、うん、13年間120万出るから、初期コストでビラだなんだとかさんとかは回収できそうだね、1年あったら、はい、これロイヤリティは入ってる金額なんだっけ？ロイヤリティは入ってないです。まあでも 8.7% 大したことないから、まあ、消費税みたいなもんだから一旦そこは置いといて、うん、さっきで言うと他の店舗で30杯とかで Uber 売ったらバンバン出るのに、お前はそれ40杯売らなきゃいけないんだよ。はい、どうすんの？いくら先輩だからって俺バナナジュースその月に飲まないよ俺手売りとかになるんですから、ね、だからお前の話だと家賃が安いんでしょ今、だから家賃ほぼゼロの計算で今これだからね、はい、ただ、まあ、お前が現場に立ったら20万の人件費は半分ぐらいになるかもね。あ、そうですね、うん、そしたら、まあ、一応そこで10万利益は確保できるけど、まあでも本業があるもんな、うん、自分追い込めばなんとか、うん、それで仕事遅れたからな。他の店舗は本当に何、路面とウーバーとってその2択しかないの？集客戦略他どうしてるとか聞いてないの？他の店舗はもともと自分で店舗持ってて、うん、パスタとか別メニューがあるんですよ、うんうん、付属でこう置いてるだけみたいなバナナジュースのところが大半で、まあ買ってくれて積み上がった分が将来的に加盟金分超えてくれたら OK みたいな、はい、メニューをプラスオンするための費用を払ってるってことだよね、はい、で山本はそれを専業にしようって思ってるってことだよね、はい、じゃあバナナジュースをどう売るかっていうのをマジ考えないといけない。そうなんですよ。どうしたんですか加盟さん、敏腕マーケター、バナナコスプレして道端歩いてゴミみたいな解決策が出てきたまあ別に山本がどうなろうがね、知ったことじゃないけど甘いよねバナナジュースがね。いやいやいや、めっちゃボケてきた急にちょっと今のカットかフランチャイズとしてやるんであれば多少はね本部が助けてくれるとはもちろん思うけど、お前が知らない何かあんのかもしれないけど、はい、世間知らなすぎだよね。飲食やったことなかったんで、とりあえず手出してみようみたいな。やったことないのは分かるけど、はい、ビラ配るってなった時にお前一人で配るの、そこにも多分人件費かかるよねとかっていうのって、はい、飲食やったことあるないじゃなくて単純に想像力の問題で、うん、まあ一種これが勉強と思えばいいけど、2年間一緒に過ごしてきた俺はちょっと情けないから泣くなよ。いや泣いてないっすもうやるって決まったからには売るしかないからね。年収チャンネルのみんなバナナジュース買ってって言ったってさ、わざわざお前の店舗から買う必要ないわけじゃん。だってフランチャイズってことは自分の家に近い店舗がまずあるわけでしょ。バナナ、だ俺だってウーバーイーツで周りでバナナって出てくるけど、お前の店の歌舞伎町より俺ん家にもっと近い店舗あるもん。だから俺そっちで買うもん。歌舞伎町で11時18時そもそも人そんないないよ。おそらく本当に訪問はないと思った方がいいよ。誰が買うの？その歌舞伎町で11時18時で空いてる店舗から。寝起きのキャバ嬢はい、なんでこれです。俺らが今どんだけ言おうが机上の空論ですから、実際やったら Uber ガンガン入るかもしれないし、まあいざやりながらその自分の知らなかったこととかを学んで、山本ほどこんなボコボコにはしないので、ビジネス相談とかもちょっとこれから年始チャンネルやっていきたいなと思いますので、 お問い合わせフォームからご相談いただければということで、山本が甘いというそんな回でした。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。